自民提言案。放送法改正でネット配信を NHK の本来業務に。スマホ視聴で費用負担を求めるべき。に批判殺到。内容はこちら。自民党の NHK に対する提言案に批判が殺到しているようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。スマホの普及を踏まえた公共放送のあり方について、自民党がまとめた政府、NHK に対する提言案の全容が22日、判明した。スマホなどを通じたネット配信を、放送法改正で、NHK の本来業務とするよう位置づけを変えた上で、テレビがなくても、スマホで視聴したい人から受信料に相当する費用負担を求めるべきだと指摘した。NHK のネット配信をめぐっては、総務省の有識者会議が同時、見逃し配信を放送と同じ本来業務とする方向で大筋一致。月内にも議論をまとめる予定で、党の提言はこれを追認する形となる。提言案では、NHK は放送とネット双方の特性を最大限に活かし、国民に必要な情報を届けていくべきだ、と明記した。時代と逆行しすぎですよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。そもそも国民に必要な情報を届けてないだろ。国民に必要な情報？この前の震災特番もくだらないドラマばっかだったよね。トップニュースが DJ ソラだけあるわ。国民に必要な情報わら、国民に必要な情報わらわら、国民に必要な情報わらわらわら。NHK が国民に必要な情報なんか届けていますか？次はこちら。災害情報しか見るもんないのに受信料。なんでよ。いらないチャンネル多すぎ。ほとんど意味のない同じ番組垂れ流してるし。移民ドラマご利用し。国民から金巻き上げることに必死。ほんと国民の敵。日本弱体化プロパガンダ放送局はいらないっつってんだろうが。なら、NHK を解体して、災害放送は国営にしてくれ。娯楽やニュースはペイチャンネルにしろ。つか菅政権の時までは、無意味でも下げようとしたのに。岸田だと裾野を広げるのかよ。NHK は、芸人とタレントを起用して、国民に必要のない番組ばかりを垂れ流しているイメージしかありません。次はこちら。NHK をリアルタイムでスマホでそんなに見たいか。見るものないぞ。ネットは放送じゃねえだろう。なら、ネットが繋がる外国人からも取れよ。いい加減、こういう昭和の乞食老害どうにかしないとダメだろ。BBC みたいに受信料制度やめれば、もう NHK を必要としてない。NHK なんか見なくても、何の問題もないわな。早く潰れろよ NHK。今の時代、スマホで NHK を見たい人なんて、ほぼいないと思います。最後はこちら。また国民から金をむしり取るのか。素直に、もっとお金むしり取りたいです、と言えよ。もう NHK 税やんけ。自分たちで勝手に事業拡大して税金のように徴収できるなんて、最高だな。あからさまに、利権だけは死守していきます。NHK と国の癒着、利権、天下り、やりたい放題。次はマイナンバー紐付け徴収だからな。NHK ぶっ壊す前に国民壊れそう。これ暴動起きるレベルだろ。もう国民は限界ですよ。結論。今回の自民党の NHK に対する提言案では、テレビがなくても、スマホで視聴したい人から受信料に相当する費用負担を求めるべきだ、とのことですので、スマホを所有していても、視聴したくない人には費用負担を求めないということだと思います。しかしそれは、あくまでも、今のところは、ですからね。結局は、今の受信料制度のように、スマホを持っていたら受信料、になる可能性は十分にあると思います。しかし、これでまた自民党の支持率が大幅に落ちそうな気がしますね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、
チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。